気に満ち溢れている川崎の表玄関、川崎駅付近。日々に発展する川崎市の昭和43年を振り返ってみましょう。まず3月には市西北部の大善寺に最新式のゴミ焼却場が完成。1日450トンの処理能力を持ち、その威力を発揮しています。市民に憩いの広場をと丸子橋下などの河原を整備し開放しました。また鷺沼と等々力には相次いでプールが新設されましたが、中でも鷺沼プールは水道施設を利用したマンモスプールで人気を呼びました。一方、市立川崎病院には新たに外科病棟が新設され、アイソトープ利用の施設など最新の医療機械が設備されました。子どもたちの施設も整備が進められ、末永に青少年会館がオープンしました。どの部屋も子どもたちの明るい声であふれています。このように各方面に明るく住みよい都市づくりが進められました。